広島は江戸時代の風習。同業者の株仲間に加入した者や、新規に土地の地主になった者、役職に就いた大名、旗本などが先輩にあたる者たちや、その他の関係者に、その事実を周知して、金生や贈り物を配る監修である。広め、広めとも記述される。現代の結婚披露宴は、その民族的な名残である。 家督相続による事業の継承や、のれん分け、仲間株の取得などによる株仲間への新規加入は、事前の審査により、財産、信用といった経済的な側面と人格的な側面の両面からの評価が行われた。審査が通り加入が認められた後、その事実を先輩の同業者と店舗が所属する町内へと周知させることで、現代でいうところの、 株式上場に相当する手続きがすべて終了となった。この周知が広島で株仲間加入のためには必須の手続きであった。江戸時代には特定の業種の取引は問い株仲間の加入者とその取引先のみで行われるのが原則で、非加入者は素人を断りとして取引が制限されていた。そうした閉鎖的な市場に参入するためには、 加入者全員への広島が必要不可欠だった。町内への広島の対象は、その町の町名主や町名主の手代、家主に町内の地主、さらに町の木戸番から上湯いまで含まれていた。そういった関係者たちを共応し、現金や引き出物を配ったのである。広島が終わると、町年寄りに届け出て、備えの帳簿に記載された。これは、 現代の会社設立の際の陶器と同様のものであった。有力な両外省であれば、江戸の金融街の中心地である日本橋などに複数の家屋敷を所持しており、それらを相続する際には、それぞれの町内で継ぎ目広めを行うことになり、広めも大掛かりなものになった。広めの際に送る金銭は、広め金といい、相手によって金、銀、銭が使い分けられていた。 名主には、銀での支払いだったが、名主の妻や手代、町内の地主たちには小判が送られ、地主の妻には二手銀八枚、町内の柿役やその妻、木と番、紙ゆいへの支払いは、千といった具合に、使われる貨幣は送る相手によって変わった。分け一金といって、土地を購入した際に、買い主が購入代金の一部を町に納付し、 それを家持ちの約数に応じて分配される制度もあった。この分一金は購入金100両につき2両と定められており、それ以外にも名主には銀2枚、5人組には金100匹、町中の家持ちには1人当たり鰹節一1つを送るという規定もあった。売買を伴わずに家屋敷を譲渡した時にも町内や親類への広しめが必要だが、 このような上与の際の広島金は売買の際の礼金の3分の1以内と定められていた。他にも贈答品として、のり入り紙、センス、鰹節に、古代やカレー、アワビなどの入った魚織などが配られた。これらの贈答品を用意し、また関係者を呼んで共合する場と振る舞いの料理や、酒を提供する商人もいた。広島は、江戸時代の間、簡素、簡略化して、 経費節減に努めるように命じる待ちぶれが何度も出されている。しかし、実際にはこの法令はほとんど守られず、そのために同じような待ちぶれがたびたび出されることになった。一方で、法暦9年11月のちぶれでは、失踪令を何度も出しているのに、一向に改善されないことを咎めながら、同時に土地を含む屋敷の譲渡の際に必要な広島が省略されがちで、 あることを今しめてもいる。幕府の側では、金をかけて、盛大に行うことは禁じながらも、広島そのものは省略してはならない、必須事項と考えていたのである。なお、法暦9年に出された、この町ぶれでは、土地を含む、屋敷の譲渡に際して配布する広島金の金額の上限を定め、名主などの家族へ贈り物をすることや、芝居見物、 物見予算などで競合することも禁じており、安永2年7月に出された、まちまち朝礼荷物失踪令では茶屋などに集まって、盛大な、肥料宴を行うことも不拉致な行為とされている。失踪令が守られないのは競合する側の問題だけでなく、受ける側からの要求や、過去の前例、格式などを考慮して行わなければならないといった理由もあった。 トイ株仲間への広めでは既存の加入者から新規加入者へ前例や加入者の格式を考慮した広めをするよう申し出がなされることもあり、また安永2年の朝礼荷物しすそ礼では町内のしきたりだとして町役人自ら規定を無視して過分の町例や贈答品を要求していることがあると記されている。屋敷や土地の譲渡相続には 保健所への名主の過半が必要なため、名主の権限が強まり、広島の際の彼らの要求もエスカレートした。漢文6年10月の時点でも、金銭を要求して難獣させる名主がいれば、訴え出るようにという、里氏が出され、法永3年正月には名主による、朝礼の増額や、芝居または、船遊山などの振る舞い要求などを禁止する待ちぶれも、出ており、 聖徳3年8月の町触れには、名主の祭司への贈り物の要求があったことが触れられ、法永5年の触れでは、家屋式場との際の広締金の規定や荷物、振る舞いは、不要との達しが書かれている。完成3年4月15日には、町奉行の恥金信置が、調整全般にわたる全35項目の情報を出し、その中で、町の経費の節減として、 府一金を百両に二両と改めて規定し、名主や五人組、街中の家持ちへの広締金を廃止、陰物や振る舞いは一切禁止している。広締の監修は町人だけでなく武士の世界にも存在し、大名や旗本は幕府の役職に就任した際、先輩である同役を接待した。大名が江戸城に登場する際には、それぞれの価格に応じた詰所が用意されるが、 家督を継いで、初めて登場した大名も、同部屋に詰める先輩の大名たちに、広締めをすることになっていた。この広締めを行わなかった場合や、今日や贈り物が不十分な場合には、業務の説明を受けられなかったり、同役たちから無視されたりといった嫌がらせを受けることになった。ABCDE 鈴木構造長、江戸のお金の物語日本経済新聞出版社、 124から125ページ。ABC 鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調、日本経済新聞出版社、175から176ページ。鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調、日本経済新聞出版社、185から187ページ。鈴木構造著、 江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調。日本経済新聞出版社。174から175ページ。鈴木構造著。江戸のお金の物語。日本経済新聞出版社。124から125ページ。127ページ。鈴木構造著。江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調。日本経済新聞出版社。 175から176ページ、187から192ページ。鈴木構造著、江戸のお金の物語日本経済新聞出版社、124から125ページ。鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調、日本経済新聞出版社、175から176ページ。吉原健一郎著、江戸の町役人。 吉川博文館、101から104ページ。鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調。日本経済新聞出版社、187から192ページ。吉原健一郎著、江戸の町役人、吉川博文館、104から106ページ。ABC 鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調。 日本経済新聞出版社、185から187ページ。吉原健一郎著、江戸の町役人、吉川博文館、101から104ページ。鈴木構造著、江戸のお金の物語日本経済新聞出版社、124から125ページ。鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調、日本経済新聞出版社。 185から187ページ。吉原健一郎著、江戸の町役人、吉川博文館、101から104ページ。鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調。日本経済新聞出版社、185から192ページ。鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調。 日本経済新聞出版社、100から101ページ、173から179ページ、185から192ページ。鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調。日本経済新聞出版社、187から192ページ、204から205ページ。吉原健一郎著、江戸の町役人、吉川博文館。 101から104ページ。鈴木構造著、江戸商人の経営生き残りをかけた競争と協調。日本経済新聞出版社。187から192ページ。ありがとうございます。